ゲストは、ダチョウ倶楽部上島竜兵さんでございます。はい、よろしくお願いします、はい、これちょっと一応気になるから聞こうか、うん、ラジオネームすぎすぎ上島さん、以前吉岡里帆ちゃんのパンティーだったら何枚でも食べられるとおっしゃってましたが、うん、今現在誰のパンティーが食べたいですか。今結構いっぱい食えるって言ってたもんね。言ってましたね。食欲あったからな、あの子は。何枚でもいけるって言ってたもん。今ね、好きな人が、あの子に変わってきた。あ、変わりました。変わった。うん。俺一緒に仕事してたんだと思ったんだけど、今一緒に、あの、経歴見て。うん。あの、元アナウンサーの宇垣。おぉ、宇垣なんとかさ、名前ちょっと。美里。美里さんか。うん。あの、CM がいいね。あー、なんか。やるとか言うの。うん。やるじゃなかった。やる なんだっけなんか。なんか、あれでしょ、うん、方向、なんか選択の柔軟剤みたいなやつの CM でしょ。そうそうそう。あれ、こういいなと思ってきた、ね、ああそう、うん、何枚ぐらいいけます、ね、どういう感じで入ってますかね。やっぱり俺あの CM のイメージからしたらやっぱりちょっと、うん、ティーバッグ的なもん入っといてほしいよね。まあそうですよね、あの感じで、うん、あのちょっと OL のね、うん、上司みたいな感じのね、うん、タイトスカート履いて、うん、それを、うん、俺ちょっと思うんだけど、じゃあ生地は少ないから結構量はいけるね。いける、そうね。でもそんな、うん、やっぱ俺もそんな若くねえからな、うん、生ではないでしょ。一回あしお湯通す、しゃぶしゃぶ、どっち焼く、どれがいい。いや焼くのはダメでしょ。一回まあちょっとさらっとお湯通すか、油落とし、うん、油落としするか、うん、なんてこと言ってんだよもう。これいいの。俺さ、吉岡里帆ちゃんの時も調子乗って行っちゃったけどさ、はい、俺ちょっと後悔してんだけど、はい、で吉岡里帆ちゃんは最近ちょっとあんまりにも女優女優しすぎて、うん、なんかちょっとね、まあね、あんまなかなかバラエティでお会いする機会はないですね。そうなんだよ、うん、昔のちょっと前のその前ぐらいのちょっと女優としてブレイクするかなぐらいのぽっちゃり感の時は良かったと、うん、あ、じゃあ今宇垣さんの、うん、そうですね、しゃぶしゃぶってことね。しゃぶしゃぶだな、うん、どっち、ごまだれポン酢。やっぱりポン酢でいきたいでしょ。でさっぱり量食べるにはやっぱりポン酢でしょ、はい、うん、それだけ。じゃあパンティだけでいく、野菜はいらない。最初にパンティ食べ放題だと、もうじゃあ野菜あんまり食べないタイプ、もうパンティだけ、うん、うん、パンティだけ最初野菜を、野菜は後だな、あとで、また最後にパンティで、今度はもうあのごまだれで2枚ぐらいいくかな。野菜は、うん、野菜で一緒にネギとかあるじゃん、いろいろ、あ、ネギとほら薬味、あ、もみじおろしぐらいはやっぱり入れたいね。なるほど、うん、あとちょっとお豆腐とかがなんか入ってても、うんうん、お豆腐いってじゃない、パンティいって、そうね、パンティいって、うん、で、そうな、あのパターンじゃ、あの湯豆腐、京都とかで湯豆腐食べると、うん、鰹節とおネギと、はい、一緒に食べるみたいな、はい、はい、そうね、鰹節はね、うん、入れて食べるね、もみじおろしとね、あ、うん、これはね、絶対で、ポン酢の方はシンプルな方がいいから。なるほど、なるほど、うん、それで結構、まあ、10枚ぐらいは10枚じゃないかな。まあ、油少ないからね、うん、あ、そっか。でたまに野菜もいってね、野菜ともこう挟んでいって10枚ぐらい食べて、うん、でちょっと野菜食べて、ご飯は、え、ご飯、ご飯はあのごまだれの時に軽くこう、あのごまだれで2枚ぐらいは食いてから、軽く本当このね、皆さんには見えないけど、このちょっとこれぐらいのお茶碗でね、小さいお茶碗、小さいお茶碗ちょっと、うん、あれして、でそのごまだれつけたら、ごまだれはご飯と合うから、ご飯こうの上にこう乗っけて、こう形にちゃんとこうして、パンティについてごまだれをちょんちょんとして、でこうなんかこういう形にして、こうご飯をくるんで、くるんでね、あ、うん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 、カルビみたいな、焼き肉の最後カルビでご飯を炊くみたいな、それはごまだれがね、合うからね、やっぱりね、ご飯は、しゃぶしゃぶの時はそうだね、そう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 、あれの時はどう、じゃあ、うん、例えばあの焼肉だとしたらどう、焼肉でもやっぱりあんまり焼きすぎよくないね、焼肉って言っちゃ失礼か、うん、焼いたパンティーだとしたら、焼いたパンティーだとしたら巻く、あれやる、使うタイプ、サンチュとか、うん、うん、サンチュは使いたいね。やっぱりバランス取りたいから。ああ。うん。だから、あの、やっぱりサンチュ、あの、だから、サンチュ、うん、あの、パンティ、で、ちょっと、キムチ入れたいね。キムチ入れたい、うん。うん。キムチを上に置いて、で、辛だれみたいなのつけて、うん、サンチュで巻いて。キムチ辛だれ辛だれ。辛だれっていうか、ちょっとあの、こう、こちらみたいなやつ、あの、こう、そうそう、それ、ちょっとつけて、うん、で、それをこう、手で持って、この、タレにつけて、けて、うん、で、ご飯は入れないね。ご飯はそれは入れない。うん、それは入れない。パンティー自体がちょっと酸味があるから、それキムチはどうなのかなと思って。いやいや、でもキムチはやっぱ必要でしょ。あ、うん、
そのパンティの酸味とはまた違う酸味でね。あの消さなきゃいけないから、その生々しい酸味 酸味をちゃんと消してっていう ね、うん、でご飯食べるときはやっぱりそのやっぱり小さくこう持ってもらったご飯に、はい、うん、でタレにつけてそのままもう同じようにしゃぶしゃぶとか、そうだね、そうなんだ、そういう感じでタラッとこういくかなっていう感じだな。あ、デザートは、うん、そうね、デザートアイスっつったらなんかパンティーの後だからね、うん、パンティーの後だからデザートっつってもな、うん、まあ消すか、うん、その味消したいかどうかっていうのもあるしね、うん、ブラジャーでも行くかブラジャー重いかちょっとね、うん、ちょっと筋多いからね、ブラジャーはね、うんうん、大きいしね、パンティーほど食べやすくないから、そうだね、だから人気ないんだよね食べにくいもん、やっぱりちょっとね、重そうなブラジャーはね、うんうん、テレビで見てたらあのユニクロとかのあのなんかほら、はい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 、シャツとブラジャーが一体になったやつ、あれ結構食べやすそうだけどね、食べ応えはあるけど量は多いけどね、量がね多そうですけど、ああシャツとブラジャーがね、あれ筋張った感じじゃないけど、ね、あれちょ、うん、俺ああいうのあんま好きじゃないんだ、うん、多いか、うん、あんまりちょっとああいう筋張った感じやっぱり、うん、やっぱり柔らかい方がいいから、パンティケでしょ、だからいや、それはパンティがいいよ。パンティもそれはあの、あのもうやっぱりしゃぶしゃぶ、うん、で焼いたパンティとかね。で、パンストもあれじゃない？パンストも結構しっかり煮込んだパンスト。だしだな、だし。うん。あれでもそうだね、うん。パンストを食べるっていうよりかは、うん、パンストから出てくるだしだね。だね。うん、まあで言うならそれをちょっと刻んで入れて、湯葉みたいにこのしてちょっと京都風に言えばね。食感を楽しむっていうかね、そう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 、それはそれで、うん、だそれはもうご飯じゃなくてこう一杯やりながらね、うん、そう、うん、日本酒でしょ、うん、日本酒ね、うん、それを一杯こうやりながら、それは分かる、パンストと合わせこれだけは気が合うんだよね、俺牛尾さんと合うね、合うね、そうだからね、それは本当にいい、もう喜んでやりたいね、このやっぱりこの会話はいつも話が膨らむね、うん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 、ラジオで稲葉の城の、うん、2019年共演をした人の中で一番抱きたいと思った女性誰でしょう。それだから今さっき思ったけど、うん、一緒でしょ、うん、あとねラジオでね、だから前言ったじゃない、うん、19年だったかな、あれ、あれ去年か、去年だな、うん、あ18年だな、あれは、うんうん、いや、この番組でパンティどうのこうのって言って、うんうん、で吉岡里帆ちゃん の番組呼ばれたんだよ、ったね、ちょうどあの六本木の FM で、うん、その時にいろいろこう話して、で終わった後にお疲れ様でしたっていうのがどうもって、で写真いいですかって写真撮って、その後に俺がじゃあまたどうもって言ったら、吉岡さんがお元気でって言われたんだよね、じゃあお元気でって言ったらもう会わねえのかなってことだろ、だからそれちょっと嫌だったね、やっぱり、いや、やっぱりみんな思想を感じるから、ああいう売れてる人ってやっぱ人パッと見る目があるから、あ、こいつ知るなって、ちょっと待って、思想感じたの俺にいや、あだなそれ、うん、まあそうだよね、ちょっと綺麗になりすぎたな、まあね、女優さんだからね、どんどん綺麗になってくるね、ついてる人もやっぱりメイクさんだ、衣装さんも一流の人がついてくると、まあ信じられないぐらい綺麗になったりするもんですからね、痩せてくるしね、そういうもんですよね、やっぱ私なんかやっぱ断蜜ロスですよね、こういうことを言うとは思いませんでしたけど、断蜜ロスでしょうね、そういう人多いよね、多分ね、おじさん私たち世代からするとやっぱり断蜜ですね、うん、これちょっと違うんだよね、やっぱ違うんですよね、そこがね、もうだから伊藤美誠ちゃんとか若い子がいいですよねいや、福原愛ちゃんが結婚した時ショックそうでしたもんね、高天血と、いやそんなことないよ、ね、大好きだよ、高天血じゃないわ、高、うん、高天血、高天血、高天血は料理家の人、料理家だろ、うん、違うな、向こうのな、台湾の人だな、うん、そうです、うん、幸せになってほしいね、うん、今はどうですか、だからそういう、うん、あ、これ聞こうじゃ、うん、ラジオネーム逆立ちでブランコ、うん、最近エロ漫画は読んでますか、うん、さすがにエロ漫画読んでない、エロ漫画読んでない、うん、まあ、やっぱりじゃあおすすめエロ漫画はないね、じゃあね、うん、しょうがないね、でもね、うん、エロ漫画家はいるよ、風船クラブっていうの、風船クラブっていう漫画がいるの、うん、これ熟女もんばっかり書いてる、あ、うん、劇画タッチですか、劇、うん、劇、そうね、劇画って言ったら劇画だけど、ね、うん、AV は見てるじゃないですか、結構 AV 見てるよ、 AV だってあれですもんね、 Wi-Fi ないのに、そうそう、永久に見てたらめちゃめちゃ料金がかかってそうなんだよ、もうカミさんに殺されそうになったよほら、お前から教えてもらったあれでアナルの神話が気になる。
る気になる、インキンタムシも気になる、サンデーナイトドリーマー。